お忙しい中、お忙しくない方もお忙しい方も来てくださってありがとうございます。エントリーナンバー1番の高校3年生18歳、長崎県出身、155センチです。身長、長崎のこけしちゃんで覚えてくれたら嬉しいちゃん特技僕と電卓です。フォローとコメント待っとる場合、推薦コメントも明日までやけん、なんか何でもいいので書いてくださったらそれを読みながら三次審査を頑張るのでお願いします。フォロー待ってます。ヒュー、きなこも来た。そうです、よく分かりましたねスクショしていいですからね、拡散希望です。1番だけ、エントリーナンバー1番です。ショールームめっちゃ楽しいな吉沢さんコスプレコスプレです。シャキーンおでこどうですか。三次審査通過してくれ、通過してくれ、ほんとほんと通過してくれふふふ、通過線やったらね、泣きながら長崎に帰ります、ビューンと ユッキーさん、ズンちゃん大好きです。私も大好きです、ズンさん、ズンちゃんさん、後でコメント書いておきます、ありがとうございます。推薦コメント増えてた、ほんと嬉しかったその日に分かると思います。皆さん祈っててください。覚悟はできてる、覚悟だけはできてるんだけどねすぐ学校やめてやるふふ、学校はやめてぶっ飛んでいくもん。いいもん、今までのこと全部いいもん。タモさん、ズンちゃんのどういうところが好きなの？わっ、わっちょっと山根鈴葉さんの好きなところは可愛くて優しくてファン思いの方っていうところと、ダンスも上手ですごく頑張り屋さんなところとか、大きにっていうところとかもう、はい、大好きです。なんか尊敬しとるし、もっと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 すごく仲良くなりたい、仲良くなりたいっていうかフルフルさん合格しますように、合格しますようにやめるのか分からんけど、そのぐらいの勢いでってことなんですけど、どうなるか分からんけど受かったら嬉しいけど、もうこうやって皆さんとやり取りができたこの時間は絶対に人生の中で一番貴重で楽しくて夢のような時間でしたねまだ明日もしますけど、まさかこうずっと自分はファンとしてショールームを見てきて、それを自分がする日が来るなんて思わなかったし、自分のことを可愛いとか応援してるよとか言ってもらえる日が来るなんて本当に思わなかったけんね、嬉しかった、とってもなかなかできない経験だと思います。これは今回初めてショールームしたんですけど、今日までに900人の方がフォローしてくださったり毎日コメントしたりしてくださって、めちゃくちゃもう嬉しかったよ。
いいね、ありがとうございます。いいね、ヘンリルさんもハートありがとうございます。合格してもショールームやってね。もちろんです。あと2ヶ月なら休んだとしても卒業できるのかな。うん、ほとんどちゃんと成績とかも取っとるけん卒業はできるんじゃないかな。人生バラ色よね。ねえ、はかんではかんではかんで。わあ。やべ。やべ。おい、大丈夫か。ちょっと終えちゃいましたね。大丈夫？あ、大丈夫？ちょっと待ってください。猫ちゃんがおえっとしちゃいました。夢職人さん、はじめまして。来てくださってありがとうございます。たくさんするはず。優しいフルーツさん、カメラ見て直樹頑張ってと言ってください。直樹すいません。猫がね、ちょっとね、おえっちゃいました。意地で嬉しか。ローサーさん、また遊びに来るね。ありがとうございます。来てください。テスト終わったけん、今日と明日全力配信やりますね。バルタンさん、はじめまして。猫いっぱいいます。17匹飼ってます。たくさん猫映るので、もし猫好きだったら見ていってくださいね。分かってほしい。ありがとうございます。そんな嬉しいです。頑張るけん。ごまちゃんさん、ショールーム上手になったね、この短い期間に。皆さんがコメントでたくさんアドバイスとかしてくださったけん、成長することができたと思います。本当に来てくださってありがとうございます。涙涙。名古屋アメフトとおろおろおろ。 KG6033 さん、猫を見に来たよ。はじめましてかな。猫いますよ。きなこ色のきなこちゃんです。今日は何時まで配信するの？と今何時かな。8時近くまでやって、また9時から10時までとかしようかなと思います。下がり眉。ヤンタさん、こんばんは。はじめまして。猫多いです。17匹これはたまりませんな。ガナビさん、今日のノルマ思い出です。リクエストどうぞ。私は何でもやることに決めました。覚悟決めて。鹿落ちしちゃったにゃんこが代わりに配信してほんと私がいなくてもつっちゃん猫が来てくれるけん。ロウサさん、テストね、終わったっちゃんね。嬉しいです。私も来てくださって、また後で来るね。ありがとうございます。わおわおわお。たかあいさん、ハートありがとうございます。しのさん、だるまが来とった。だるま落としのモノマネします。こんこんこん、スローモーション。こん
わ、大丈夫か、おえってしてる人がついてる。キャー、大丈夫、ついてるね、ティッシュないね。わ、濡れとる。えソルト、この子ソルトって言うんですけど、さっきね、あの猫がね、おえってしたのがね、ソルトにかかっちゃったみたいで汚れちゃったね、かわいそうに。あら、どこ行ったかな。ご飯食べてくるの、また後でね、また後でね。キャッチフレーズは受かってから考えよう。高いです、猫が邪魔しまくるキジトラちゃんです、珍しいちゃん。ケシちゃんの長崎弁かわいい、ありがとうございます。大変だ。ソルトくんはなんでソルト、ソルトはなんでソルト、ソルトはなんでソルトなの。ママ、え、不明、生まれた時に、生まれた時に塩っぽかったけん分からないそうです、名付け親の方は。メンディさん、こんばんは、こんばんは。いや、塩太陽とかじゃないよね、なんでやろうね。まあソルトって可愛いけんじゃないちょっと喧嘩せんと、ティッシュだ。優しいし可愛い、いやいやいや、ありがとうございます食べ終わりましたか。どうぞ皆さんよかったら食べてください。あ、まあ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 、待って待って、いやちょっと待って、あのさ、家族全員集合してるけんさ、ちょっと待って、それはカリカリカリ、朝からすき焼きさん、カリ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 、誰が一番食いしん坊かな、プリンかな、プリンくんという大きい猫がいるんですけど、その子が食いしん坊です、とっても。こけしちゃんのもぐもぐタイム、こけしちゃんは配信の休憩時間にもぐもぐします。めんどいさん、これから夜勤行ってきます、頑張ってください、いってらっしゃいごま、ごま姉さんですよ、ごま姉さん。ごまちゃんおいで。ごまちゃん。ごまおいで。ごまおいで。ごまおいで。ごま。ごま。こんかった。タコさん、タコありがとうございます。丸かじり。貫禄あるってよ。こまちゃんおいで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 。こま、こまおいで。おいで。こまって。皆さん、今日の目標は友達100人、友達1000人できるかな、なので、フォローしてくださったら嬉しいです。あと今日と明日しかないですけども、本当に
こけしちゃんは21時以降食べないとかですか？そんなあんまり遅い時間には食べないですね。いつもは6時半とかにご飯食べるんですけど、今日はこれから多分もうすぐあのね、充電が切れるけん、今何時かな、分かんないけど多分もうすぐ切っちゃいます。そしてまた多分8時ん9時近くからもう一回します。こけしちゃんをフォローしました、ありがとうございます。あら、まだ7時24分なの。7時半、じゃあ7時半までにしてから、で8時半からとかにしようかな。今日まだ電卓してません。じゃあ今星もう一回投げとくね、わかりました。次は、まあ、一応余裕持って8時40分からってしときます。ザッキーさんこんばんは。せいのさん、こけしちゃん辛いの食べれる？辛いの食べれます。テレビでさ、須田あかりさんが食べとったたいあれけど、辛いの得意じゃないんですけど、いつか食べます。オッケー。もうすぐランキング読んで一旦切りますね。おでこ、鼻何つけてるの？これはテープです。そういえばミニ公演もうやらないの？じゃあ公演します、次できたら。サンダンさん、こけしちゃんこんばん、こんばんは。もうすぐ終わっちゃうんですけど、多分半ぐらい前、翔之助さんこんばんは、ありがとうございます、来てくださって。後ろのスマホがすごいことに、見ないでください、キャー。一応勝手に私が歌うぞ公演と電卓の早打ち公演をやります。ランキング読みます、急いで読みます。13位サヤンテさん、クリスマスツリー。12位パウパウさん、男の子。11位うさまるさん、女の子。10位、1位よこさん、りんご。9位、ゴーエさん、東京タワー盗んできちゃった、返せ返せ返せ東京タワー。8位、たもさん、ずんちゃんさんのアバター、ありがとうございます。手汚いとやったツインテール。7位、ポルさん、ガロー先輩、あーやってもらったー、すみません。わー、8位、もう一回読んでない方読みます。8位、フェンディルさん、
ずんさんずんさん大好きずんさん。7位仲間ごめさん。13位パウパウさん。6位風来坊さん。ずんさんずんさん、ずんさんずんさん。また変わっちゃうけんね、急がんばね。5位ゴエさん、ありがとうございます。4位せいのさん、パンダシャンシャン。7位北風さん、何か食べてる。2位しのさん、だるまだるま、おめでとうございます。1位ごまちゃんさん、ごまちゃんさん金メダルおめでとうございます。かしわもち、もう少しで17位だね。画質めっちゃ良い、やった、ほんと嬉しい。ウェイ来てくださった皆さん本当にありがとうございました。にねぎさん、じゅんさんアバターになってみた。電卓の女神電卓の女神公演やります、次。フォロワー971人、あと一息。よっしゃ、面白く頑張るので、よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。ありがとうございました。じゃあねー。本当に見に来てくださる方がいるから楽しくショールームをすることができます。本当にありがとうございます。ではまた後で、あ、画質めっちゃいいのでスクショタイム、何をすればいいのかな、スクショタイムってスクショタイムって何すればいいの。次は8時40分頃からします。いた。あった、こんなとこに。あれ、なくなっちゃった。スクショタイム、あ、オッケー。おいで、きな。猫ちゃんを抱っこして、おいで、きなっちゃおい。重たいわね、スクショタイム見て。かわいいポーズ。きなこかわいい、だって変顔、変顔。ちょっと待って、ちょっと確認するけん。いや、変顔さ、誰も嬉しくなくない？ありがとうございました。ちゃんとした顔も撮ってくださいね。ありがとうございました。さよなら、バイなら。
できた。こんばんは。わお。はい、かわいい。いや、猫部屋オンリーじゃないです。今日は猫部屋だけやけど。いや、こんばんは。さっきぶり。れいなちゃん。いっちゃんです。来てくれてありがとうございます。しんさん、確か最終ベル歌ってた子だよね。そうです。最終ベルが鳴る歌ってました、前。今日はね、一人で劇場公演じゃないけど、勝手に歌いたい歌を勝手に歌います。テストやった？今日電卓の女神公演とは、説明しよう。電卓の女神公演とは、電卓を特技とする私が勝手に歌いたい曲を歌う、そんな公演です。わはは。盛り上がる準備はできてますか？翔之助さん、クマありがとうございます。マイク。ももいなさん、おかえりなさい。明日最終日だから最後のショールーム見に来れると思う。ありがとう、頑張るけん。しばらくしたら始めるけん。若潮さん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。おすすさん、たなちゅうさん、こんばんは。星ありがとう、がなりさん。おすすさん、何歌うと、上手に歌えるかちょっとわからないんですけど、手をつなぎながらと、リセットと、彼女になれますかで、 MC は電卓をします。で、前のめり、君のカップリングウィズ、泣きながら微笑んで、ジグゾーパズル48を歌います。メイクね、ちょっとね、まつげを上げてみましたが、あんま上がっとらんつーね。勝手に歌いたい言葉ね、入れたけんね、あの変ですけど、すいませんね、あの適当なんですけど、すいません。混ざっとるちゃんね、めっちゃ。チーム警官出てる、バレちゃった。カネゴンさん、テストバッチリだった？バッチリでした、多分。すぐめっちゃくちゃ眠かった、テスト中。がなりさん、ドラフトさん、モイカさんの時タワー、やばーやばか。星で大丈夫やけん、電卓登場しますよ、 MC で。チーム系推し、大島優子さん推しだったので、ちょっとチーム系色が出ちゃってるんですけど。エンクラさん、さっきぶりです、頑張れ、ありがとうございます、頑張ります。長崎のこけしちゃんと言います。高校3年生の18歳です。特技は簿記と電卓です。私は何でもします。フォロー待っとる、バーイ。たっくんさん、見たいけど今から夜勤、バイバイ、頑張ってください。今からあの勝手に歌いよくけん。4曲やってから、あらららら、間違えちゃったね。あ
とね、あと24人で目標の1000人フォロワー行くので、よかったらこっちかな、こっちかな、お願いします。明日も頑張るけんフォローしてくれたら嬉しいです。待って、人生山分けしようなはそれ違う子のセリフじゃない？会えるかな54ちゃんに。フォローしました、ありがとうございます。ラブラブ、ありがとうございます。ずんちゃんと同い年だね。そうなんです。サイリウム。あ、サイリウム持っとるっちゃんね。まあいっか。1000人いったら嬉しいですね。せいちゃん、ここは猫ちゃん、ここは落ちとる、よいしょ、プルちゃんです。そしてこの子が、よいしょ、海ちゃんです。よろしくよろしくな。わっ、ぴょぴょん。電卓の練習しようと。練習しよくけん。296721728あっとるー、イエーイ。猫を毎回割りにミックス達人です。全国大会出場者です。アイリさんと物販やるぞー、かわいい言葉。アリちゃん来たか。もう一回するけん、電卓ば移してってね。物販、もうやだやだやだ。物販ね、物販とか言いよったさ。0521874あっとるもう物販か、もう間違った間違った。タカさん、ハートとだるまありがとうございます。ありがとうございます。だるま、電卓側にカメラもうちょっと寄ってくれたら見やすい、わかりました。まちさん、スノードームありがとうございます。うん。そうそう、アリちゃんはそうそう。数字これ急いで書いてちゃいけん、綺麗かな。バイトお疲れ様です。今何時か、よし、始めちゃう。はい。電卓側にカメラよね、こうよね、見えるかな、待って、4370、間違うた。間違った。
のね、左手はね、ずっとね、こがんしとかまけんね。畳部屋なんだけど、私がフローリングシートを買いましたね。初めて間違ったバレた。畳ですよ、本当は。マスクさん、こんばんは。はい、はよ歌わんかい。歌おう、歌おう。歌います。じゃーん。じゃーん。九州の言葉、懐かしい。ロックドッチさん。久しぶり。ヒョウ柄帽子のキョッピさん。コケちゃん、こんばんは。こんばんは。やっほーほー。ここはね、8畳あります。17匹おるけんね。マイクがありませんが。あるもん。また映っとるよ。もう歌っちゃう。鉄ですけど。最初。ダン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 。猫映っとるって。こけしちゃん全部映るよ。ねえねえ、ちょっと待って、どこにおった、ここにおって。はい、ダン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 。桜咲くもんぼ、緊張しながら、春風に押され入学した日、周りのみんなが輝いて見えて、私一人だけ自信がなかった。厳しい授業の後で泣いた。何度もここから逃げたくなった。やっぱり無理かもしれない。すべてを諦めかけた。微笑んでくれた名前覚えたばかりの同じ制服の友よ。きっと廊下の先に夢が待ってると思う。だから一緒に行こうよ。そっと小さな声で分け合ったその勇気。ふふふふふ。へいへい、レイヤさん、テロップ見てきました、ありがとうございます。では2曲目はなんだっけ。リセットだ。一応ね、歌詞出しとこう。ふふ。猫耳あるっちゃんね、ここに。ふふ。ほんまにゃー、鉄な、いいですよね。わおわおわお、ハート、しのさん、バラありがとうございます。あん、ハートありがとうございます。 R430 さん、こんばんは。リアル猫耳、ここにあるちゃんね、猫耳。ずんちゃんさんがメールで昨日のこと書いてて、めちゃくちゃ嬉しい。最終日ではないのね。最終ベル今歌っちゃおうかな。チャ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 電車に乗り込む。生まれた街の明かりが届かない先には何が待つのだろう。
夢のレール、チャンスは一度さ、希望の大水マフロを最終ベルが鳴る、降りるならば今だ、最終ベルが鳴る、心の奥の声を聞け、選ぶんだ青春の行き先、迷いの中の光、答えを出すんだここで。最善放棄行っちゃった。あのね、お水飲みに行きました、奇跡くんは。お水飲みに行った見えるかな、お水飲みに行ってますね。おいで、戻っといで。にゃん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 。折って折っていいって、ここにいいんですかって。家帰ったどう、最終ベルエモいですよね。めちゃくちゃエモい。エモいってどういう意味だろうね、なんか言葉に表せないぐらい良いということ。正しいですよね。待って待って、カズサさんハートありがとうございます。仲間ごめさん小判ありがとうございます。猫に小判。猫に小判や。マチさんいいねありがとうございます。いいね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 。あ、腰がね、エモいわエモい。毛並みが綺麗、ブラッシングの効果かな。猫ちゃんの人形割れでそう、確かに。中山にあんたさんは猫がお好きなんですか、こんばんは。しのさん17になってる、 ありがとうございます、ありがとうございます。あ、これダメか。こけしちゃんのママがブラッシングしました今日は。でも私もします。17位になったんですか、やったー、嬉しすぎる。パチ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 。17匹分のケアすごそう、すごいですよめちゃくちゃ。猫総選挙やりますか。じゃあちょっと今休憩ということで猫総選挙しようと。たかちゃんさんこんばんは、こんばんは。あ、星を見てるね、見よる星。なべちゃんさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、可愛い。50巻と50巻、キヨアニさんありがとうございます、こんばんは。みんな出てきた。奇跡がねめっちゃおるけんね、あと誰やろ、誰が皆さんの印象に残っとるかな。票が割れそうな感じで5枚でしょ、奇跡でしょ。あと何の猫知ってますかね皆さん、名前ちょっとねどけてくれ。きなこきなこ、あ、ひじきくんもおるしな。でもやっぱ知名度がね。あ、この子きなこです、ソルト。
ソルト、ごま、ひじき、きな粉、あ、プリン、あ、そう、すももちゃんもおったもんね。そうです、17匹いるんですね。これは大波乱の予感。17匹全員、プルもおるしね。そう、小梅もいるんです、よく覚えてましたね。ちょっと待って。こんな感じで書き寄るっちゃけどさ、もうねえ、分かんなくなってきた。猫総選挙やります。投票さ、めっちゃいっぱいあるやん。もう全員書いちゃおうっと。46ソルト、7スモモ、8プル。今全員分の名前書いておるっちゃん。こけしちゃんは猫じゃないの。写真付きでお願いします。ちょっと難易度が高いな。嘘、前の面で断面に丸なって。ちょっと待って、あ、もう無理だ。全員書くのさ、厳しくなってきた。全員書くのさ、厳しすぎるよね。やーめたっと。じゃあもう皆さんが知ってるであろう3匹から頂点を決めてもらおう。白最善、きなこ、これはなんていうの、トラ。じゃあアピールコメントよろしく。奇跡、まず奇跡からね。よいしょ。ああごめんなさい。はい、奇跡くん、アピールコメントはありますか、何か。ここ見て、カメラ。はい、僕はいつも最善なので頑張るそうです。2番のゴマさんはどこだ。ゴマ、あっちにおる。ゴマは唯一今回女の子です。そして後ろにいるのが3番のきなこくんです。よし、投票開始。あ、今劇場公演中やった、忘れとった。白い子いた。さあ、おっと、1が多いのでしょうか。やはり最善をいつも取っている奇跡は強いのか。おっと、白猫のゴマちゃんも人気のようです。さあ、虎柄のきなこも人気のようです。全部で17匹います。でもよく出演してくれるこの3人です。一番懐いてるのはやっぱり奇跡かな。この配信のこの飛んでくるぴょんぴょんが好きなんですよね、奇跡は。ヘンデルさん、小判ありがとうございます。奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ。締め切るぞ、やっ、3、2、1、デレン。おっとっと、これは大波乱の結果になりましたね。1位なんと3番のきなこです。おめでとう。1位だって、きなこ。きなこ、カメラここ、カメラここよ、きなこ。時々口もんどかは真ん中に見えて、どっちの真ん中さん。
どっちのもなかさんかな。きなこさん1位です。最善列をいつも突飛してるきせきくんは2位に終わった。白い子持ってきて、ちょっ白い子おる、あ、おった。はい、2位じゃない、3位に終わってしまったごまさんなのですが、こんなに可愛いんですね。今回3位でしたが、次はセンター目指して頑張ります。うにゃんだそうです。ありがた口です。1位のコメントお願いします。きなこさん、きなこさんは余裕ぶっこいてます。今見える？1位やけん余裕ぶっこいてます。ごまね、カメラが怖いとかな。終わり。あ、間違えた、ハブね、出そうになったぜ家から。この投票結果を見るっていうのが邪魔いっちゃけど、気仙とかのこれ、投票結果を見るが邪魔。もういい、見たもん。あ、消えた。あ、公園にね。クロちゃん、だるまありがとうございます。クロダイさん、スノードーム、これ読んだっけ、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。カネゴンさん、公演しようっと。千人の方こんばんは。エントリーナンバー1番の高校3年生18歳、こけしちゃんで覚えてくれたら嬉しいちゃん。今日友達千人目指してるので、フォローしてくださったら嬉しいです。次は2曲目。まだ1曲目やったね。リセット歌います。じゃんじゃんじゃん、立ちたくなるね。じゃん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 気づいていなかった。恵まれた周りに甘えてたの頃さ、目の前にはいつもたくさん見守る人がいて、仲間たちが支え合った。抜け出せない生ぬるい水、風を入れろチームよ、目を覚ませ今の場所で立ち上がれ、風を入れろ今日からは新しい我らがチーム系、チームこけし。イエーイ、このまま行くぞ。じゃん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 。まさかこんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことびっくりしちゃう。
バスケットのインターハイ応援に来てと、周りの友達が林立てるよ、ヒューヒュー、私はあなたの彼女になれますか、涼しい質問ですが聞かせてほしい、これからあなたの彼女になれますか、夢見がちな性格なので教えてほしい、ダメならダメと心の準備させてください、チャ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 、でそうやばいちゃんね、時間がねあんまないけんね、早く行かんといけんちゃんね次 MC だMC イエーイ、私はあなたの電卓打てますか、MC イエーイ、 MC MC って何すると、はい、エントリーナンバー1番、長崎県出身高校3年生18歳のこけしちゃんです。電卓 MC ということで電卓を打ってみたいと思います。滑らない話、今日の滑らない話、じゃあまずはこけしちゃんから。はい、私の滑らない話なんですけど、この間このショールームをするということで、お肌をスベスベにしようと思ってドラッグストアで化粧水と乳液を買ったんですね。散々悩んで化粧水と乳液選んで家に帰ったら、なんと2本とも化粧水でした。滑らんな。では電卓をしてみようと思います。ん、キャッチフレーズしないんや、キャッチフレーズキャッチフレーズなんけ。んかなりさん、あ、ダメだ、ターだけはダメだ、鼻に刺すけん、電卓打ち、滑った大変だよ、ほんと化粧水してもう肌カッサカサ、乳液で蓋しないんかいって。米を連打って何。電卓打つけん。見えとる、こうかな、電卓打つけん、電卓 MC やけん、答えは36052849やけん、36052849、あっとる、やったえ、もう少し手元を映っとらんかった。もう一回します。何の話しよっと、昔思い出すな、573846472やけん、いきます。573846147に、あっとるー、あっとるー、
ちょっと待って、しのさん、あれ、小判ありがとうございます。うんふんふんふん、タワー立ってる。や焼きそばさん、あら。ありがとうございます。鼻に刺そうと。すみません、本当にありがとうございます。ありがとうございます。電卓を何回打ってもお礼のしようがないです。ここに書くけん。ありがとうございます。あと YKS さん、東京タワー、はじめましてじゃない。ありがたわガナビさんが教えてくださったんですか。かたひも先生のおかげだ。京一さん、こんばんは、来ました。猫ちゃんどこ、ここよ。ぽなちゃんです。そばさん、東京タワーありがとうございます。かたひも先生とお呼び。ありがとうございます。みーさん、SK の未来を感じる。何でもします、何でもします。ほいほい。NG なしだよ。泣いとる、こけしが泣いてます。ありがとうございます。すみません、本当に。なんか20位以内とかいう目標、高すぎる目標を立ててたんですけど、なんか皆さんが優しくたくさんしてくださって、なんかすごく現実的になってきてるのが嬉しいです。小判ありがとうございます。猫が喜んでる、猫に小判。50こけしありがとう。こけしロドリゲスさん、来てくれちゃってありがとうございます。ふふふ。星デラックスさん、一番です、一番ちゃんです。変顔して、ちょっと待って、大丈夫か確認する。いや、大丈夫じゃないかもしれん。あのバリのお面っていうさ、変顔知ってますか。今日猫静かだね。さっきご飯やったけんかな。みーさん、応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。15位もいけそう、頑張るぞ。バリのお面知ってますか。早口言葉得意です。ヤッホー、あつしさん、ヤッホー。ちょっとがなりさん。なんでですか。2個あるけん2個離れ、母
ほなほなほな、ありがとう。東京タワー、ありがとうございます。いいんですか、ありがたわです、すいません本当に。ありがとうございます、すみません本当に。がなりさん、がなりさんのアバターの絵を描いときます。すみません本当に、こんなあのど素人にすみません、そんなことをさせてしまい、でもその分にも頑張ります。こけしちゃんがうまく描けなかった。くたひも先生です、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。お礼に猫を見せよう、猫がおらんけん。うっかり忘れておき、頑張ります、鼻に刺しとこ。ちょっとスクリーングショット、スクリーングショット、スクリーングショットしとこ。はあ、よかったら皆さんフォローしてくださってくだす。友達1000人できるかな。ミキ&クロさん、だるまありがとうございます。だるま落としのモノマネをお礼にします。かなりさん、たくさんありがとうございます。いいねいいねいいね、グー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 。江戸春です。よいしょ、取れた。なんか過ぎて、ありがたわです。嬉しいね。そうやった、こけし、ちょっと待ってよ。え、ダンちゃんさん、タワーが飛んできた、ちょっと待って。おー、アイスありがとうございます。おー、ややすさん、あまままままままなるさん、スノードもありがとうございます。そしてダンちゃん、なんかなりさん、スクリーンショット撮れましたか？撮れましたか？書き直してよか？すみません、鼻に刺す、鼻が足りないじゃん。楽しいからでしょう、きっと。楽しく、撮ってないよ、嘘。撮らんでいいと？撮らんでいいと？ございます。なんてきた。だんちゃん。3はいるかな。ちっちゃく書いとこ。
もう猫も喜んでます。すみません、本当に。ありがとうございます。ありがたわーです。テレビ塔、長崎にはテレビ塔あるとかな。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。お祭り、祭りだ祭りだ。なんかせっかくな、あ、さっき言っと、画質良すぎ？やった。もう公演はどうしようどうしよう。画質綺麗、やった。3、2、1。え、あ、いっぱいだるまとか、黒大さんタコ、うん、ありがとうございます。だるま落とし、カン。ありがとうございます。バリ通りましたよ。バリのお面。大好き、これ大島優子バリのお面。きなこ寝てるので見せますね。いいな。え、コメント来ないんだけど。え、まっ、え、これなりうる？消えてるんだけど、東京タワー。あれ、今つながっとる？嘘、なんも来んちゃけど。嘘、え、なんも来んし、東京タワーがなくなっとる。こっちには来よらん。うん？なんもこん。え？うん？嘘。え？なんもコメント来よらんちゃけど。え？た、え？タワーも一個も更新。どうやってすっと？
コメント、このカメラの位置でも大丈夫ですか？横向きでも大丈夫かな？変？なんか横している。大島優子さんの真似でした。終わり。ママさんノリノリちゃんだって。私何でもするので。え、ずんちゃんさんショールームするって。じゃあチームなので、ドハさん今逆さまにしてみました、携帯。ちょっと待ってて。あ、ずんさんも、はそっか、10時までか。やらっち。クロちゃんさん、ありがとうです。すみません、なんか今日どうしたんですか？変顔したけんですか？鼻に刺します。すみません。書きます。すみません、なんか歌いながら風出るして君が開けたよ夏の制服、太陽と競うように汗を拭うその顔が輝いてた。僕のことさえも気づかないくらいひたむきになれるもの、道の先に見つけたんね。何でもします私。がなりさん、だるまありがとうございます。だるま落とし。こんなことができるのもあとちょっとだと思うと寂しいですね。わあ、ありがとうございます。本当に感謝感激でございます。こけしは黒ちゃんさん、だるま、いつもだるまとか東京タワー、東京タワーありがとうございます。いや、ずんさん呼んでこなくていいです。ずんちゃんさんはずんちゃんさんの配信があるので呼んでこなくて大丈夫ですよ。ありがとうございます。
私電卓が好きなの。でもあなたの方が好きだよ。はい。さっきおでお腹減ったってさっきあげたっちゃけど、みんなありがとう。僕がタワーを回収するよ。ポキ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 。ありがとうございます、東京タワー。君に決めた。ママ週末寒くなるみたい、体調管理には気をつけてくださいね。優しい。がなりさん、え、なに、さっき言ったです。だるま、ありがとうございます。だるま落としのモノマネします。しすぎ。だるま落とし知ってますか皆さん。だるま、だるま、エスちゃん、SK のバラエティ担当もいけそうだ。やったー、やったー。いけます。ママ好きだ、だってママの配信みたい。私も好きですって言っとってだそうです。次の曲歌わなければ。偶然会ったゲーセンで一人きり熱くなって太鼓を叩いてた。カップリングの君は表とは違うよね。みんなが知って萌えゼリフ。嘘嘘嘘よ、うん、最後までいけるのか。
最後でいけるのかな。ないとね。ありがとうございます。本気でな。4000人の皆さん、こんにちは、こんばんは。エントリーナンバー1番の長崎県出身、高校3年生、18歳です。何でもやります。ありがとうございます。変顔ならいくらでもしますからね。はい、歌います。今劇場公演の途中なんです、実は。明日は泣きそうだ。差し出したさよならを手のひらで包んでくれた優しさ、泣きながら微笑んで、あなたを見送りましょう。何度も立ち止まって心配そうに振り返るけど、臭くなる思い出の近くにいたい。前しか向かねえ、横を向いたら涙に気づかれるから、遠くをに好きなので、何でも恩返しできるように頑張ります。ジグソーパズル48歌います。風が剥がしたセピア色のポスター、遠いあの日通っていたライブさ、狭い視野
駅の中恋をした、君は今もここで歌ってるのか。月日は静かに流れ、僕は大人に、ジグソーパズル、ワンピース、そうどこかでなくしたんだ、ジグソーパズル、欠けてる大切な自分。じゃ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 、ありがとうございました。終了です。電卓の女神公演電卓の女神公演ということで、見に来てくださっている方に電卓の早打ちを披露してみたいと思います。いくぞー、の女神目指して頑張ります。96721728、あっとるー。アンコール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 。あの日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった、記憶の宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた。一番大事なことは前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。あなたがいてくれたから、どこまでも歩けた。時は振り返って、その姿を確かめた。あなたがいてくれたから、諦めずやってこられた。私にとってあなたはずっとそこで優しく見守る。勢いで歌ってみました。ありがとうございました。これ本当に泣けるんですよ、この曲は。本当にそうですよね、そうですね。明日はね、明るい歌がいいと思って。そう、明日までだから、
明日泣いちゃいけないので今日のうちに。OK 最後の曲で988フォロワー、やったー。友達1000人できるかなチャレンジをしているので、よかったらフォローしてくださったら嬉しいです。うーん、ずゆさん、明日はでも明日は6時とかかな。明日ちょっと学校で補習受けなくといけなくて、それでちょっと遅く帰ってくるのが遅くなっちゃうんですけど。それさっき言ったじゃん。長崎県出身、高校3年生、18歳です。長崎のこけしちゃんで覚えてくれたら嬉しいちゃん。特技は簿記と電卓です。フォローとか推薦コメントとかも明日までやけんしてくださったら嬉しいです。だって。ダメ。今はダメ。ね。夢の中でキスして。はい、100点。もういいですよね。もういいですよね。つって。もうこういうキャラじゃないです。私は下手者キャラなのでよろしくお願いします。握手会行く、ありがとうございます。12位。翔之助さん、ありがとうございます。パンダに乗ってる。11位。タナチューさん、ありがとうございます。くまくま。10位サンタンさん、ありがとうございます。9位カネゴンさん、ありがとうございます。だるま。8位ポルさん、ありがとうございます。ガロウさん。7位マチさん、ありがとうございます。猫ラブ。6位カズサさん、ありがとうございます。うさぎ。5位フェンリルさん、ありがとうございます。ほんとフェンリルさんがめっちゃね来てくださってね。4位そばさん、焼きそばさん、ありがとうございました。東京タワーかまで。3位ダンちゃんさん、ありがとうございました。羊。2位ガナリさん、ありがとうございました。9
厳しい採点ありがとうございました。1位クロちゃんさんありがとうございました。だるま厳しくないあの東京タワーとかすみません、本当に私のためにそんなしてくださって、本当に恩返しができるように一生懸命頑張ります明日頑張ります。翔之助さん、マー君さん、しのさん、しんさん、たくさんありがとうございます。私たんですけど、帰ってください。よかったらお願いします。1000人いきますよ。